夜に起きたらイベント始まりました。あ、ルブランか。今もうここにいるんだ完全に。お、あ、衣装か。何この格好、新しいシュバーンの格好と思ったら違うんだ。称号ゲット。イベントだ。持ってねえかこれ。お、やっぱ持ってた。まだあるのか。うわ、これは大変なもんだな。これはさすがになんかもらえんと納得できんぞ。しかも地味にあの兵士どっか行ってるし。あ、これか。あれ違う。どこ行った、ここの兵士。アグエロンだっけ。集めてきたらまたここに出てくるのかな。こいつじゃないですね。まあいっか。オルニオン来たらまたイベント始まりましたね。ラピードとフレンって珍しいな。
ショーゴゲットは。ユーリニの歴史ありやね。私、みんなの昔の話も聞いてみたいです。僕はね、あんたは言わなくてもいいよ。ヘタレ。こういうリタはどうなの。私はずっと前からアスピオで研究してたわよ。リタだって今と変わんないじゃん。ジュリスは。私、バウルと出会う前は街で過ごしてたわ。おしとやかな子って評判だったの。へえ、そりゃ意外だな。エステルはやっぱ城の中か。はい、お城で本ばかり読んでました。ユーリたちが羨ましいです。でもほら、リタも似たようなもんだし。どうして誰もおっさんに聞かないの。一番歴史ありそうじゃない。おっさんはなんとなく想像つくわ。いや、おっさんの過去気をつけよ、惚れちゃうよ。そう言ってる時点で信憑性ないしな。冷たいこと言わないでおっさんの話聞こうよ。はい、オルニアに行きました。ここ結構イベント多いですね。来るたびに何か起こってる気がする。おー、新しい奥義。オブジェ調べたらなんかイベント始まりましたね。カルボクラブ来たらまたイベント始まりましたね。バトルになるのか。お、マジか。
しまった。スペクタクルじゃないぞ。スペクタクルですか。飛ばしていきますか。強くはないぞ。めちゃめちゃ弱いや。なんかもらった。あ、挑戦状か。はい、そんなイベントでした。お、スキット。しっかしあいつらも挑戦状が好きだね。これで2通目だぜ。でも今回はボスのだよ。なんて書いてあったんだっけ。闘技場にて待つだったかと。またえらくシンプルだよな。でもそっちの方が怖い気がする。いかにもボスって感じだよ。いいぜ、面白い。やってやろうじゃねえか。でもカロルがやったっていいんだぜ。ねえ、僕がボスと。無理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 。ビビることはねえって。お前だって強くなってんだし、何よりブレイブベスペリアのボスだろ。ほら、ラピードもそうだって言ってます。そうだね。僕だって昔のままじゃないんだ。そうそう、その意気だ。モンスター図鑑ずいぶん埋まりましたね。まだあと半分あるけど、いい感じになってきたでしょ。意外とマメにやるのな。三日坊主なのかと思ったら。そう。大方やめるにやめられなくなったのね。あんたらに見せちゃったから。そんなんじゃないって。おお、そう。半分まで来たんなら最後まで書きなさいよ。当然。ま、頑張れよ。飽きたら私がカロルの後を立派に引き継ぎますから。エステル、そういうの好きだな。エステルに渡さないように頑張って続ける。もう一つか、まだ半分なんだな。半分。あと 50% だ。はい、もうあれから2週ぐらいかな。追憶の迷い色回ってるんですが、レベルが今こんな感じまで上がりまして、最後のステージの手前まで今来ました。早速行きたいと思います。金貨が足りない。行けませんでした。集めてからまた行きます。ではまだ記憶の迷い路最後まで行けなかったので、ナムコ島にちょっと行きたいと思います。多分俺まだ入ってなかったですよね。たまにはだって楽しく行きましょう。相手が。ナムコ島でいろいろ手に入るアイテムとかもあると思うので、その辺を見ていきたいと思います。あれ入ってない。入った。スコーの楽天地ナムコ島。
ムことがあるのを調べてたんですけど、何ができるとかそういうのは一切調べてないので、ちょっといろいろ見ていきたいと思います。地獄焼きそば、最後の達人だ。お、なんかイベントか。おお、ボスと戦うことできるんだ。じゃあここで、なんだっけ、シークレットミッション取れるのかな。でもチップないからできないや。あ、そっか。シークレットミッション取ってないのは、船のザギだけどすぐ倒しちゃいそうだからな。そんなんにしよう。思考だな。魔物をかばうなど万死に値する。まったく、お前らは本能で動く魔物以下だな。おざいてろ。魔物狩りに関しては俺は譲らん。じゃあ譲れねえ同士ぶつかるしかないってことか。どうなっても知らないわよ。悪魔まだまだいける。もうて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 くれ。倒れてる。バイクミー、アスタイジン、トラクタービーン、ソウリュレンガ、ハッ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 、やってくれんじゃねえか。生命のやり、敵を出せない。
ダイニングトレーンが下がったのか。月下がついていた。月光クリス。総流連がないのに。天然のごとくさ。手加減してたの。仲間を傷つ。これは、ああでも防御が下がるのか。でも1になるのはすごいな。なるほど、こういうのがあるんだね。ガルドに変えるのかな。っていうか、まだ効果があるんだね。とりあえず何があるか一通り見よう。ハイアンドローもあるんだ。いきなり始まるんだ。昭和なゲームだ。打てないんだね、こっちからは。
やべ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 、終わった。BGM もいろいろ聴けるんだ。おしゃべりできる仲間がいると旅も断然楽しくなるよね。もう一人の時は心細くじゃなくて退屈でさ。ああそうだな。あーカロル、後ろに魔物が。で、うん、悪い、見間違いだ。ちょっと脅かさないでよ。急に賑やかになりましたね。クオイの森でお好きとか。イベントムービーも見れるんだね。ハルルのムービーイベントっていうか本当にムービーなんだね。ムービーが見れるんだ。お願い。エステル、まだこの辺やってた頃はよくわからずやってたな。まあこんなもんかみたいな感じで。全然キャラクターに会いたくもなくやってた頃ですね。
急に始まったと思うんだろう。勇者エステル、見たこっちゲーか。お、衣装もらえるんだ。おお。キラリと光る脇役だと。おお、すげえ、衣装が変わった。フレンだけまだないのか。ないか。リータ、最初は嫌がってましたけど、だんだんと演技が本格的になってきましたね。あんたが真面目にやってるから合わせないと僕と思っただけよ。格好も可愛らしかったしね。いいものが見れたわ。あんたね。カロルのやられる演技はまさに真に迫っていたよな。まあね。僕前に演技ギルドにもいたこともあるしさ。うっかり余計な過去が掘り起こされてるよ。それ以前にあれ演技じゃないでしょうが。またみんなでやりたいですね。私は絶対嫌よ。僕も嫌だよ。リタがむちゃくちゃするから。今度は私も出てみたいわ。俺様が出るとしたら当然主役だな。どうなることかと思ったけど、結構みんな楽しんでたよな。今何パーいったんだろう。まだ 58% しかいってないのか。全然まだやってないな。テリューズ・オブ・ドラスピって何？よし、これで問題やっていきます。あれ、なんかまたイベントが。
衣装変わってる。おお、マジか、実際に始まるんだ。普通にポーカーでいいのか。あ、10枚ずついくか。おお、フォーカード10倍。 OK、 絶対ローだ。うわ、8。いいね、いきなりフォーカード当たったのはでかいな。OK、 3カードでいこう。おー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 おお。よし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 。あー、8。くそ。微妙な。1万5000円あるとか。これ買ったら景品多分気が違ったんだろうね。でもジュディスがあんなにカード強いなんて思わなかったよ。そう？別に普通だと思うけど。そういえば聞いたことがある。何？知ってるのかレイブ。なあ、その昔竜にまたがったさすらいのギャンブラーの噂があって、そいつが行くカジノというカジノ片っ端から、それはもう絞り取られて潰れていった時。竜にまたがったって、それそのままジュディスのことじゃん。噂に尾ひれがついてるわね。ノードポリカンはブラスティア壊しただけよ。くだらないこと言ってないで、さ、行きましょ。いや、竜に乗ったギャンブラーに潰されたカジノって一つや二つじゃないって話なんですけど。勝つと2万ガルドで負けると1万5000みたいなんで、あんま変わんないですね。よし、じゃあこれやろうか。
本が必要なんだ。なるほど、まあ、とりあえずどんなことやってるかはある程度わかりましたね。BGM 変えれるんだこれ。はい、というのがナムコ島みたいですね。あとナムコ島でなんかアイテム変えるっていうの見たんだけど、まあどこで変えるんだろう。じゃなくてここで交換できるだけの話かな。じゃあこっちだ、こっちだ。いや、ここにないな。欲しかったもんはどこのことだろう。どこで買えるんだろう。お、なんだ。でもナムコ島で買えるって書いてあるもんな。裏口のことかな。あれ入れない。じゃないな。こっちか。いけたいけた。あれ違う。素朴な疑問なのですが、この町って一体何なんでしょう。そうね、見たことない文字らしきものとか建物の感じもちょっと不思議よね。バウルに乗って私もいろいろと旅したけど、似たような場所は見たことないわね。なんかのギルドの活動なんじゃあね。僕、こんなギルド知らないけど。まあ、いいじゃないの。不思議な街を楽しませてもらえばさ。どこで帰るんだろう。か。普通に下駄箱だな。ここにショップがあるのかと思ったけど、お、なんかある。スペクタルズ。あとは何もない。いけない。ショップないじゃん。昼に来るとまた違うとかなのかな。
まあとりあえずこういうのがあるよっていうのが分かっただけで、まあいいか、一旦区切ります。まさに本当って感じね。こんだけ歩いてると西日が厳しいよ。陸地自体狭いくせに周りは海だけだしね。そうですか、とっても素敵な場所じゃないですか。ここそうは言ってもこの町にいる奴らってのも水際なもんだよな。我が道を行くタイプみたいだしね、ここの人たち。人っていうか家畜っていうか、ま、不思議さがある方が探求心がくすぐられるんじゃねえの。そうそう、謎がある方が面白いってもんでしょ。俺様みたいに。イーブンは謎っていうか詐欺っていうか。おっさんの場合はただのペテンでしょ。ペテン、いや、キテレツだろ。もうみんな俺様に首ったけじゃない。照れるわ。ねえ、僕も戦いに参加させてよ。なんだカロル、そんなに戦いたいか。うん、ブレイブベスペリアのために戦いたいんだ。戦うことだけがみんなの役に立つことじゃないと思うぜ。ああ、おっさんにしてはまともな意見。でもだったら何をすればいいの。そうだな、戦い終わったみんなのために料理作るとか、これから行くところの情報を集めたりとか、そういうのをカロル得意だろ。そっか。そうそう、可愛い女の子と話すきっかけ作ったりとかしてくれてるじゃない。待て、カロル、そんなことしてるのか。え、うん、だってレイブンが連れてきてくれって。うちの少年可愛いから女の子にモテモテなのよ。アロル、少しは疑問に思え。え、何よ。まあ、いいけど。